どうも、おちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もイベントステージ行ってみようと思います。あと2つあるかな。ここだね、不気味な洞窟、嫌いなんだよな。ここ嫌いなんですよ。で、この影から見たところ、これ弓だね。弓が出る。で、こっちは、これ多分武器かな。まあ、とりあえずこっちの方が行きやすそうなので、ハイブロックホールから行っちゃいましょう。これあれだね、この地図を開けた時とか、このイベントリーを開けた時って、時間が止まるようになったね。これはね、素晴らしいアップデートだね、これは。だって今まで結構もう本当に大急ぎで装備を変えてて、それでもね、なんかちょっとラグってやられちゃったとか、結構あったからね。それがなくなったから、いや、めちゃくちゃいいと思う。むしろもう、なんだろうね。このステージ、一つの武器、防具じゃなくて、もう変えながらいけるよね。この敵が出てきたからこれに変えようとか、そういう風な、やり方ができるようになったよね。うん、素晴らしいアップで。で、今のところまだね、キャプテンは出てません。ここのキャプテンは、この下のね、洞窟の中にいるんだよね。何体いるかな。実際ね、いなくていいんだけど。まあ、倒しながら行くか。追加報酬ではね、別にイベント装備出ないんで、いらないっちゃいらないの。でもまあ、行こう。おお、神秘だ。なんだ？うわぁ、ナイトモードも。オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。ナイトモードでもなんでも来い。で、キャプテン。脅威か。まだキャプテン絶対いるでしょ。どこだ？あ、いた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 。ちょっと待って。スタをやるから。オッケー。あれ、スタ効かなかった？まあいいや。脅威。で、あと2体神秘がどっかにいる。多分このね、洞窟の中に、絶対いるもんな。あぶね！おっしゃ。ジオマンサーいるとやりにくいな。なんだ？え？あ、略奪者に変わる。これはね、問題ない。略奪者に変わるやつは、むしろ ラッキーか。おーい！やべ！よし！めちゃくちゃ敵多いよ。なんだ？モブのダメージ 90% 増加。まあ。こっちのダメージが減らないだけ、まあまだ、マシっていうところっすかね。はい。まあでももう少ししたらクリアだからね。ここまでちょっと、頑張ろう。いやー、きつい。めちゃくちゃきつい。ナイトモードのさ、この、敵の攻撃力が上がった状態っていうのが、辛い。なんだこれ。もう出てきた瞬間、ボコって殴られたら、もう即瀕死だからね。まあ、ワンパンされないだけまだマシだけど、いや、それでもこれ、うわ、ひどい。うわぁ、嘘、ワンパンじゃん。ワンパンやめてくれ。もう、クリアのはずなのに。いや、まあ強制戦闘はあるよ。強制戦闘はあるんだけど、もうそこまで来てるじゃん。いや、強制戦闘これ辛いか。なんか敵の数が、いつものなんか 1.5 倍ぐらいいるような気がするんだけど、気のせいこれ。1.5 倍ぐらい敵が増えてる気するんだよな。棒をつけてるから硬いからか。そんな感じかな。よし、まあまあとりあえず、行っちゃいましょうか。きついんだわな。まあまあ、ど真ん中に飛び込まずに、ちょっと、ああ、やられた。
戻ってきました。またナイトモードが来ちゃったね。うん。でもまあ他はまあ大丈夫じゃないですか。まあ HP20% 減少してるけど。で、さっきのが、あれね、なんでやられたか分かった。あのね、装備俺間違ってた。矢を増殖した時の装備のまんまだったから、雷のダメージがね、出なかったのよ。雷フォーカスがついてないから。だからね、敵が、全然死ななくって数が多いように感じたんだな。うん、装備さえねちゃんとしてれば大丈夫なのよ。うん、キャプテンもこのツタでね絡め取ってしまえば動かなくなるんで倒しやすいんだよ。この近接の敵とか特にね。ああやられた。まあまあこのまま倒しきってクリアしちゃいましょう。よし、終わりー。じゃあ今日は、ちゃんと忘れずに、あぶねー、装備を変えて、クリアしましょうね。297、またね、イベントリが、いっぱいいっぱいになってきたなー。よし、幸運つけた。クリアです。邪悪な村人の、しゃあ、それでは、見てみましょう。多分武器、旗っぽかったもんな。スカルの大釜。おお、なんか、かっこいいぞ。なんかかっこいい。まがまがしいね。ファイアブランド。どんなスキルですか？ああ、フロストサイズと同じなんだね。見た目が違うだけで、フロストサイズと一緒です。おお。なんか違うゲームみたいな感じになってる。おう、フロストサイズと、おう、形が違うだけです。ならば、この武器は、使わないかな。うん、防具はね、結構良かったんだけどもね。はい。まあ、とりあえず、まだまだやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。